私はカンブリアアカデミーの白亜紀先生よ。2021年の野田中第1日の入試問題のポイントを速攻解説するわね。求める数を丸1として式を上手に変形して分母を払うとこうなるわよ。分数のまま計算しないことがポイントかしらね。2番、このように状況を書いて、あとは比の計算で OK。 3番、何番目という問いがあるのを見越して、くらいで分けて上手に調べるのがいいわよ。全部書き出してはきついので注意を。4番、わかりやすく解くには、算科和子の算数教室でおなじみの裏技、具体例作戦で1点イコール6センチとするといいわね。今回は速攻解説なので、詳細は後ほどする予定よ。5番、6番、1は普通に計算して48で簡単。2は192イコール2が6個の積かける3なので、 C の候補は1224など、計算すると12とすぐにわかるサービス問題でした。7番、ちょっと考えると A は6以下で ABCD の候補は15通りしかないとわかりますね。その中で7の倍数なのは3通り。この求め方は工夫が必要なので後日説明予定です。8番、この問題は丁寧に図を書けばそれほど難しくないわね。9番、この問題は誰が解いても似たようになるわね。このようになって、三角形 BDE イコール3分の50、三角形 DEF イコール3分の55、よって11対10。10番、この問題もサービス問題ですね。別解として面積比でおしゃれに解いても OK よ。11番、この問題はなかなか手応えのある難問よ。12番、この問題は立体図形の傑作問題ね。いろんな解き方が思い浮かぶけど、私はこう解いたわ。これが一番簡単でミスしにくい解法と思うわ。